皆さんこんにちは、佐藤でございます。経営者としてこれからどういうことを一番頭に入れなきゃいけないかということは、これからは売り上げじゃなくて一番大事なことはどうやって会社にキャッシュを残すか。変な言い方ですけども、一番キャッシュを残す方法は売上の規模を小さくするのが一番キャッシュが増えるんです。つまり商売っていうのは必ず先に材料を仕入れて人を雇って店を作ってその後売るわけですから、必ず支出が先に現れるわけですから、そうなるとどん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 売上伸ばそうとすると、そのいわゆる前段階としての経常支出が非常に増えてくる。その後なかなか売上が思うようにいかないと、それが在庫になってお金に変わらないということですね。だからこれからはやはりその売上を増やす、あるいはもちろん、利益を増やす、この2つをやるなってんじゃなくて、いわゆる優先順位をどこに置くかということを考えれば、売上も利益もこれは一つの方法と手段であって、会社にとって一番大事なのはいかにキャッシュを増やしていくか。変な話ですけども、お金があればどんなに危機でも防げることができます。お金がなければ何もできません。これはその企業経営というね、なんか難しいことではなくて、普通の家庭生活を考えれば、ね、お金があれば何とでもなる。まあそういうことで、これから企業経営をする方は売上利益もちろん大事ですけども、これは目的ではなくて手段方法であって、お金を増やすことを経営の究極の目的として頑張っていただきたいというふうに思います。